皆さんこんにちは、リトルビーガーデンのみーこです。今日はこの白菜をまるっと一つ使って乳酸たっぷりな漬物と、そしてもう一品作り置きおかずとして重宝するレシピをね、ご紹介していきたいと思います。はい、それではね、まずは白菜を4分の1にカットしていくんですけど、白菜をカットするときは包丁でね、全部切るのではなく、芯のところ4分の1ぐらいかな、ここに包丁を入れて、あとは手で裂くようにしていくと、葉がねバラバラになることなく綺麗にね分けることができます。4分の1を作り置きおかずに使い、あとは漬物に使おうと思うので、漬物に使う白菜はさらにね根元に切れ目を入れて、この後ね外で少しね干していきます。お天気にもよるんですけど、半日から1日外で白菜を干しておきます。こうすることで甘みがねぎゅっと凝縮されて、歯ごたえもよく美味しいね漬物ができます。はい、それでは白菜をね干している間にもう一品ね作り置きおかずを作っていこうと思います。で、何を作るかっていうと、このね4分の1の白菜を使ってコールスローを作りたいと思います。コールスローっていうとキャベツで作る感じですが、白菜でね作ってもとっても美味しいのでね、皆さんもねこの動画を参考にぜひね作ってみてください。芯を切り落とした後に水洗いして丁寧にね葉の汚れを落としていきます。洗った葉を今度は茎の部分に切れ目を入れて、1センチぐらいのさいの目にねカットしていきます。さいの目にねカットするのがめんどくさいわっていう方は、5ミリから1センチの千切りでも大丈夫です。お好きな切り方で白菜をカットしてください。はい、白菜がカットし終わったら、今度はこのね小さじ1杯のお塩で軽くね揉んで水出しします。お塩の分量は好みにもよりますが、多いなって思った方は控えめに、少ないなって思った方は多めに入れてください。仕上がりの時点でもうねお塩を足すことはないので、ここでね塩加減を調節しておいてください。白菜だけでもいいんですけど、ちょっと彩りをね加えようと思ってね、人参をスライサーでカットしてね入れてみました。人参もしんなりなるように少しね白菜となじませておきます。白菜の芯が透明になるのを目安に、ここで水分を絞っていきます。あんまり絞りすぎるとパサパサになってしまうので、水分は程よく残してください。水分を絞り終えたらこんな感じになります。ここに調味料を加えていきます。まずはお酢大さじ1、お酢が苦手な方は小さじ1でも OK です。調味料はねもう好みなので、ご自分のねお好きな分量を加えてください。マヨネーズは大さじ2杯、このマヨネーズはちょっとね市販のものを使っています。以前はマヨネーズもね手作りしていたんですけど、なかなかね使い切ることができなくてもったいないので、マヨネーズはねやっぱり市販のものを買うようにしました。最後に粗挽き胡椒を振りかけて味を整えて完成です。お好みでここに柔らかいサキイカを入れてもとっても美味しいので、もしよかったらそれも試してみてください。はい、それではね干していた白菜を漬物にねつけていこうと思います。で、ちょっとねお天気があんまり良くなかったので、丸1日外でね干しておきました。で、私は干しておいたこの白菜を一回ね綺麗に洗います。もうね芯をカットして1枚ずつ葉をばらしてね綺麗に洗っていきます。はい、白菜が洗い終わったら食べやすい大きさにカットしていきます。私はだいたい 1.5 から2センチぐらいのね大きさにカットしています。歯ごたえの好みとかも人それぞれなので、自分の好みに合わせて大きさを決めてカットしてみてください。はい、白菜がね全部カットできました。今回はこのね保存袋を使って漬けていくので、保存袋に塩を入れながら交互にね塩がなじむように漬けていきます。で、塩の分量なんですけど、塩の分量は白菜の重さに対して 2%。今回白菜 1kg ぐらいあったので 20g の塩を使っています。はい、そしてもう一つここで昆布と唐辛子もね、入れていきます。これも本当に適量で、小さい昆布1枚ぐらいと唐辛子1本を小さくハサミでカットしたものを途中でね、こんな感じで入れていくと昆布のね、出汁もしっかり出て美味しくなります。はい、白菜とお塩と昆布、交互に全部入れ終わったら、このね、ジッパーの口を閉めていくんですけど、この時に塩をよく白菜になじませておきたいので、袋のね、口は空気をたくさんね、入れて閉めておきます。袋を閉めたら、ここで中の白菜がよーく混ざるようにね、この袋を振っていきます。よくなじませ終わったら、袋の上をね、少し開けて、軽く揉んで、袋の中の空気を抜いて、真空にね、していきます。この時にね、体重をかけて空気を抜くと結構ね、疲れも早いです。はい、袋のね、空気が抜き終わったら、今度はね、このストッカーでね、つけていくんですけど、先にこのね、ストッカーの中に入ってるたくあんのね、つけ汁を捨てて、これはね、もう冷蔵庫で保存していきたいと思います。いい感じにね、使ってますね。これも食べ頃です。ちょうど2週間ちょっとかな。ちなみにうちはきび糖と米酢を使っているのでね、たくあんの色はちょっとね、濃いめに色がつきます。はい、このままね、保存袋のまま冷蔵庫で保管していきます。で、大体ね、春過ぎぐらいまでには食べ終わると思うんですけど、それを過ぎてもね、うちは別に賞味期限とかあまり気にせずに食べきります。たくあんはもともと保存食ですからね。はい、それではね、空いたこのストッカーに先ほど空気を抜いて真空にしたこの白菜を入れます。で、あとはもうね、この上に重しをしてつけておくだけです。ストッカーはあれば使ってください。代用品でも OK です。これは本当にいつもね、漬物を漬けるときと一緒です。で、このまま浸かるまで置いておきます。3、4時間も漬ければ、もう白菜の浅漬けとして食べることができるんですが、私はね、しっかり発酵させて、乳酸をね、たっぷり増やしてから食べるのが好きなので、1週間丸々ね、漬けておきました。1回3、4日してから、漬かりぐらいをね、確認した時にはね、まだ全然ね、使ってないっていうか、私好みの漬かり具合ではなかったので、しっかりね、漬けよう思って、ちょっとね、時間を置きすぎちゃってね、もう古漬けみたいになってました。結構ね、酸っぱめなんですけど、このね、酸っぱさが私は好きなので、ちょうど良かったかな。はい、それではね、器に盛り付けができたところで試食していきたいと思います。さあ、お味はどうでしょう？やっぱりね、ちょっと酸っぱいですけどね。この酸っぱさが私は好きなので、とってもね、美味しく使っています。で、乳酸菌たっぷりなので、お腹にもとってもね、いいんですよ。乳酸菌で腸を元気にしてあげて、腸活にもおすすめのこの白菜の漬物。食べ出すと箸が止まらなくなっちゃいます。はい、最後にね、おまけで、実はこんな風にね、キムチもつけています。このキムチはキムチチューブを使って作ったものなんですけど、これニンニク入ってないんですが、我が家はやっぱりね、ガツンとニンニクの効いたキムチが好きなので、醤油漬けにしたニンニクの醤油とニンニクのね、すりおろしをプラスして作っています。普段こういうチューブあんまり使わないんですけど、たまたまモニターでいただいていたのでね、作ってみたら結構美味しかったです。はい、ということで今日の動画は白菜をまるっと1個使い切り、白菜の漬物とコールスロー、おまけのキムチをご紹介しました。いかがだったでしょうか？簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。この動画が良かったなって思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。サンクス支援も励みになります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。